式会社北原貴彦の北原貴彦です。オクシー株式会社の山下です。株式会社シェノンエンターテインメントの坂口です。じゃあ次のテーマが、まあ、今の自分がどんな経験を経て、まあ、作られてきたのかみたいな話なんですけど、はい、どうですか、僕からいいですか。じゃあお願いします。どうぞどうぞ。めっちゃクズ人間やったんですよ。もうあんまりどこまでのクズなの、どういうクズかちょっともう言えへんぐらいの、あ、まあ、もともとあの昔なんでしょうね、太ってたりとかあって、ほんでちっちゃい時いじめられてたってなったんですけど、そっからの反発でめちゃくちゃ荒れたりして、でその人を信用しなかったんですよね。ほんでもう全部だから一匹狼路線やったんですけど、で全部蹴落として上がっていったんですよ昔っていうのは。その経験で20代でその店長とかやった時にバーって人離れたんですよね、うんうんうん、結果はだ社長が言うその数字の結果は出すのに、その人はついてこないっていう、社長は喜ぶけど周りは誰も喜んでないっていうのが結構長くあって、でもう人生人格ごと変えたろうって覚悟してから。それ何歳ぐらいの時ですか、覚悟したの。覚悟して25、6っすかね。だからもう本当にもう何でしょうね、全然ソース感みたいな、挨拶してくれんみたいな時もあって、でやったのがあのもう、まあ、本も読まなかったら読んだってのもあるんですけど、次やったのがあの交換日記。誰とやったんですか。スタッフと。ちょっといいのお金ないですけど自腹でちょっと買って、ほんでもうこうね、思い書いたりして、パッとそのカゴ入れといたりして、でも帰ってこないですか、当たります、嫌われちゃうんで。でそれやっていくうちに、まあ、僕はわーって書くんですけど、向こうちょろっととか、まあ、返してくれへんのかったんですけど、やっていくうちにちょっと悩み書いてくれる子が出たりとか、なんかこうポロッと、ほんでそこに全力でまた答えていった時にどんどんこう関係が修復されていったっていう経験があって、その時めちゃくちゃ、なんでしょうね、今まで結果出して嬉しかったもちろんあるんですけど、あとモテたりしたら嬉しかったんですけど、よりも超えて嬉しかったんですよ。その経験がめちゃくちゃあって。坂口さん好感度上げに来てますよ。ちょっといやでもこれ、ま、マジです。でもその時にやっぱりそういう仕事を通じて、ほんまにあ、こうやってちゃんと向き合って相手のためにやったらこうやってついてきてくれるんだっていうのがあって、それをやっぱどんどん体現したいというのは今の根底にあるかもしれないですね。だからまあ、だからまあもう人生変える気で今生きてるっていうのがあって、それが結構強いかもしれないですね。結構どん底やったんで当時。だから今そう人にフォーカスしてるっていうのが、だから、まあ、もちろん儲けていかないといけないんですけど、まあ、重視してるのはもう人っていうのは、自分の人生をこう救ってくれたんがやっぱその人やったんで、それを事業に反映したい、でそういう困ってる人たちが美容業界多かった、それをなんとか生かしたいっていうのがもう今ほんま全てっていう感じですね。それはちょっと長なったんですけど、まあ、もう人殺しそうなところから、まあ 今 TikTok は仏社長ってやってるんですけど。なるほど。ギャグ張りがすごいっすね。そうなんですよ。山下さんどうですか。いやそんなクズ人間の話できないですよ。僕もともとその個人投資家だったんで、はい、証券会社辞めて一人株取引してっていうのをやってたんですけども、リスクを抑えて、利益を取りに行くってやり方、この相場株取引の中からこう勉強させていただいたりとか、投資の世界で本当に買ってる方と見せかけだけで買ってる方っていまして、そういうところの見極め方、やっぱりいろいろ付き合っていくとそういう方たちが出てくるので、本当に買ってる方たちと付き合うとその方の考え方をこう学ぶことができるんですね。最初はなんて言うんでしょう、いろんな何を買ってるんですかとか、やっぱりどこでこう株を損切るんですかとか聞くんですけども、そうじゃなくてその人の考え方を大きく根本的な考え方を理解すれば、その相場に対する向き合い方というか、ビジネスも一緒なんですけども、結局その方たちがどう考えてるのかな。でやっぱり本当に買ってる方たち、大きくお金を持ってる方たちは人間力もすごいあるので、そこを学ばせていただいて、そこで成長してきたっていうところですかね。なるほど。個人投資家として今までこう、27歳で証券会社辞めて
株取引の世界に入ったんですけども、そこからこうガン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 学ばせていただいて、で2015年に美容室をこう独立してたっていう形ですかね。まあ、やっぱ今までの経歴がすごい役に立ってるというか。うそうですね、やっぱ相場の世界、株取引、まあ、株取引以外も FX でも仮想通貨でも一緒なんですけども、時給を見るっていうのと、誰か相手が負けてるからこそ自分勝てるっていう世界なので、客観的に見てその自分勝ってるってことは負けてる人もいて、自分がこの株を買うってことはそこで売ってる人もいるんですよ、株を。なんでこの人たちはここで売ってるのかな、買ってるのかなって相手のことを考えるっていう、その考え方を身につけたっていうのもでかいですかね。さっきの事業にもつながりますね、本当にその選定の時のやっぱ根底の部分だったりとか、バックボーン大切にされてるんですね。そうですね、だから、株は結構大衆心理、皆さんがどう考えてるのかな、半年後来年どう考えてるのか、コロナの時はどうか、何をこう、今どのセクター事業が流行ってるのかなって考えてるっていうのを意識することで、株ももちろん勝てるんですけども、事業に対してもこの事業来るかなとか。なるほど。例えば美容室におけるいろんなメーカーさんであるとか美容室の会社に上場してるんですけども、その決算書を読むことによって、ここの隙間あるなとか、この業務委託正社員今どこがしんどそうだなっていうのが全部分かってくるんで、そういうところをこう学んで事業に生かしてっていうのが今自分がいますから、ね、なるほど。僕は多分その、両親がやっぱ警察、公務員で警察官だったんで、まあ、今は定年退職してますけどね、はいはいはい、結構厳しくしつけていただいてるんですよ。で小学校の時3回ぐらい転勤、両親の仕事で、してちょっといじめを受けてる期間が小中高と長く、で専門学校も行きましたけど、結局クラスではポツンと一人でいたんですよね。でその時の経験があって、一人になることの怖いとか、その自分から人が離れていくことの恐怖感とかを感じたんですよね。で、じゃあ人が離れていかないようにするにはどうしたらいいのかなって考えた時に、自分や自社もしくは自分が作ったプロダクトと出会って、その人が過去と比較した時に人生が好転してる人が離れていかないってことが分かったんですよね、はい、だから僕絶対新卒採用って雇ってないんですよね。これ新卒採用を雇わないのは何なのかっていうと、過去の比較対象がまだないんですよ。だから今勤めてる会社がいいのか悪いのかっていう過去のデータ経験値がないから、どんなに新卒採用の子にどんなに愛情を注いでも卒業することが目標になるんですよね、途中から。はい、でそうなった時に、あそこの自分から人が離れていくと、恐怖感、いろんな恐怖感ですよね。会社やってたら売り上げが下がるんじゃないかとか、なんていうのかな、ノウハウが流出するんじゃないのかなとかっていろんな恐怖感あるんですけど、やっぱりこう人が離れていかないようにするためには、この感謝されるべきタイミングで出会うべきして、出会ってる人とちゃんと手を取り合うっていうことなんですよね。だから誰でもじゃなくて、そのなんていうんですかね、素直に手をこう差し伸べたりとか、一緒にどうですかって言った時に素直にいいですねって言ってくれる時って、相手がちゃんと落ちてる時なんですよね。なのでそのタイミングの見極めっていうのを小中高の時いじめを受けていて、僕が初めて勤務したところって初任給8万円だったんですよ。なかなかですよね。でアシスタント時代13万円で、24歳の時に店長になって17万ぐらいかな、はい、で11年間勤務して30人の会社っすよ。30人の会社で最後にもらった給料が、31歳の時にもらった給料が26万円だったんですよ。でなんで俺11年も勤務したのって思ったら、小中高といじめを受けていて、専門学校一人で初めて居場所としてあったから、ちゃんと逆張りしてもらってるんですよね。だから初任給8万だろうが、いじめがない環境に安心感、誰も無視せえやんここって愛情を与えてもらって、だから11年間いたんですよ。つまり前の状態よりも良くなってるんですよね。なるほど、はい、でこれが社会人になってくると、働く時間と、お給料とその人の人生上のロードマップに、そこが土台もしくはつながるのかってところだけなんですよ。だからこれをちゃんと照らし合わせていくといいんじゃないのかなってことが僕の人生の根底であって、経験したからこそ、そのなんていうんですかね、だからもしお給料がなかなか出せないようなプロダクトの段階、まだ成熟してないプロダクトでお給料が出せないだけど人入れなきゃいけない時っていうのは、本当に居場所を求めてる子を入れると絶対離れないですし、
ていうのをすごく感じてます。だから基本的に僕のやってる授業って人辞めないですね、離れてかないですね。それは僕の原体験からそういうものだってことが原理原則の部分で、はい、見てってるっていう感じですかね。なるほど。